こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケアレスファンシーアルーリングメーカー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してケアレスファンシー花に立ちます。その後ろからはアルーリングメーカー。この馬も上がっていく構えです。さらにはイクノディクタス、4番スターパス、その後ろでは前の方から先手を取ったのはケアレスファンシー、8番イクノディクタス、2番手を追走しています。その後ろからはキャロットヘブン、すぐ後ろにフローレスリー、並んで9番レイズパフューム、内からはスターパス、さらにはクイーンコマンド、内からはアルーリングメーカー、エリザベスマーシャル、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのはケアレスファンシー、8番イクノディクタス、2番手を追走しています。キャロットヘブン、それに続いていますフローレスリー、すぐ後ろ内からはスターパス、緑の帽子レイズパフューム、その後ろすぐ後ろにオータムウィナー、並んで5番クイーンコマンド、アルーリングメーカー。この馬もこのグループ。その外からリップジアンジェラ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてケアレスファンシー、2番手はイクノディクタス。これは絶好の手応え。キャロットヘブン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったイクノディクタス、あと 200m、 先頭はイクノディクタス。一気に捉えるか、フローレスリー、フローレスリー、イクノディクタス追いすがります。フローレスリー、フローレスリー、1着、2着にはどうやらイクノディクタス、フローレスリー。ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アーバンアルベル、好スタート、綺麗なスタートを切りました。バートランド前に行きそうです。アーバンアルベル、それに続いています。さらにはストップザウィンズ、8番ミスタートージーム、その後ろ前に戻りましょう。バートランド先手を取りました。その外にストップザウィンズ、その外からアーバンアルベル、内からはマーケトリー、さらにはビクトリーチケット。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。ストップザウィンズ先手を取りました。並んで5番マーケトリー、バートランド、この馬もこのグループ。その外からアーバンアルデル、その後ろにサッカーバレー、緑の帽子バイスゲラ、その後ろすぐ隣にビクトリーチケット、ファインブラフ、そのうちに続いています。その外にアイアンスペイン、ミスタートージン、後ろからになりました。並んで3番スタークロケット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでマーケトリー先頭に変わりました。ストップザウィンズほとんど差がありません。ミスタートージン、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはバートランド、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。バートランド粘る、一気にミスタートージン、ミスタートージン、もう一伸び、ミスタートージン、ミスタートージン、1着、2着にはどうやらバートランド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミスタートージン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ベイバーエア前に行きそうです。ギャロップシーズン、それに続いています。さらにはダイタクヘリオス、10番ウエスタンアヘッド、その後ろ。それでは先頭から。先頭はダイタクヘリオス、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。先頭はダイタクヘリオス、短期の逃げに持ち込めるか。これに続いてウエスタンアヘッド、すぐ後ろにマッチレスオアシス、並んで7番アンバーセイント。ギャロップシーズン、この馬もこのグループ。その外からコーナークラフト、その外にベイバーエア、オレンジの帽子シグナルリージェント、その後ろ、内からはニューアリーナ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として2番ダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス、さらにリードを広げます。2番手はウエスタンアヘッド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダイタクヘリオス先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はウエスタンアヘッド、残り 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はベイバーエア、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ダイタクヘリオス1着、2着はベイバーエア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはトップドミニオン、サンライトミズーリ、この馬も好スタートを切りました。カルチャーバルチャー前に行きそうです。スパイフォルム、それに続いています。さらにはアインウェルズ、6番シンコーラブリー、その後ろダンスーズデュソワール、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはトップドミニオン、オレンジの帽子サンライトミズーリ、その後ろ、内からはアインウェルズ、その外からシャイニングライフ、緑の帽子カルチャーバルチャー、その後ろスパイホルム、そのうちに続いています。シンコーラブリー、いい位置です。オールアットシー、そのうちに続いています。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはカルチャーバルチャー。さあ先頭は依然として12番カルチャーバルチャー、オールボタン、ほとんど差がありません。トップドミニオン、3番手シンコーラブリー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭に立った、オールボタン、オールボタン、先頭。2番手はカルチャーバルチャー、残り 200m、 オールボタン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。クワイエットベルベール、オールアットシー、追いすがります。クワイエットベルベール、クワイエットベルベール、1着、2着にはどうやらオールアットシー、勝ったのはクワイエットベルベール、見事な勝利です。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ヤングカブト前に行きそうです。サリウスキー、それに続いています。さらにはエッセンスーパー、2番ナイキゴージャス、その後ろプレートホープ、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはエッセンスーパー、並んで2番ナイキゴージャス、その外からヤングカブト、その隣にパイプスワロー、スイフト世代、そのうちに続いています。前に戻りましょう。ジョージモナーク、先手を取りました。少し間が空いてナイキゴージャス、その隣にエッセンスーパー、すぐ後ろにトップカレッジ、合計2勢、いい位置です。
その隣にスイフト聖大、その外からパイプスワロー、その後ろにアウトラン成功、最後方にプレートホープ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ13番ジョージモナーク、親部エース、先頭に襲いかかってきましたサリウスキー、3番手。さあ後継2世前を捕まえられるかどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はジョージモナーク、後継2世、2番手、内からはナイキゴージャス、残り 100m、 後継2世抜けた、親部エース食らいつく、後継2世、後継2世1着、2着にはどうやら親部エース、これが G1 馬だ、後継2世。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のワイドバトル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。千両役者前に行きそうです。続いてベルカフェ、ロックソング、そのうちに続いています。内からはセイウンパレード、その外からダンシングカラー、内からはナルシスノワール、並んで6番大鳥コンサート、その外にマチカネウッドマン、ウエスタンシャイン、そのうちに続いています。並んで3番ビッグエイト、西のフラワー、後ろからになりました。ここでダンシングカラー先頭に変わりました。ベルカフェほとんど差がありません。大外からオレンジの帽子、西のフラワー伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は西のフラワー、西のフラワー先頭、西のフラワー差を広げる。2番手はロックソング、西のフラワー1着、西のフラワー完勝、西のフラワー1着、2着はロックソング、これが最強女王だ、西のフラワー。